はい、皆さん、えー、こんにちは。えー、本日もですね、シャツ着替えるの忙しいということで、今回はね、グレーなんですけどね。えー、今朝方はね、やっぱりこ、こ、えー、今朝方はね、ちょっとね、黒のシャツかなんかを着てたんですけどね。えー、今回はね、なぜグレーのシャツを着てるかというと、この人たち一体何考えてるのか私にはさっぱりわかりません。みたいなね。そんなようなグレーな気持ちを持ってますので、えー、グレー着てますということで、 まあ、シャツの色は相変わらずどうでもいいんですけども、何を言いたいかっていうとね、まあ一応サムネイルには、えー、上皇ご夫妻と佳子さまのね、えー、ちょっと写真を貼らせてもらいましたけども、いやーね、私ね、ちょっとね、特にね、昨日の佳子さまの行動だとかね、公務の実態だとかね、えー、そういったようなことも、まあいろんなね、えー、報道等を見させてもらいましたけども、なんかね、その上皇ご夫妻もそうなんだけど、 結局この人たちって目指したいだけなんじゃないかなみたいなね。そんなことをね、すごく受けちゃったんですよ。まあ皆さんがどのようにね、お考えになるかは、まあ私のこの動画を最後までご覧になってくださってね、またいっぱいコメントをいただければ嬉しいんですけども、ちょっとね、まずはね、過去様に関してね、今からちょっとね、画像等もお見せしますけども、まあ過去様というとですね、鳥取に行って、まあ入り病前にね、かかられちゃってね、ね何泊でしたっけまあ5日間、6日間ぐらいね。 鳥取のまあ高級ホテルと言われるようなところにねご滞在なさってでなんか熱が下がったというようなことでね、えーまあ、東京に戻られたまあそこまではねまだいいんですけども戻られてねえ何何ってことでもうその翌日ですよ翌日にはねこの東北大に、えー、公務に行かれましたっていうことでまずこれ自体もすごくね びっくらコンだったんですけども、それに合わせてね、やっぱり昨日とんでもないことが起きていたっていうようなことでね、今ちょっとご覧になっていただいてますけども、まあいずれにしてもですね、女子大生誕生110周年、えー、というようなことで、佳子さもね、お言葉の中で大切な一歩だったと感じますだとかね、誰もがより幅広い選択肢を持てる社会になることを心から願っておりますといったようなことでね、えー、具体的にこの東北大で、 えー、実際にね、午前中に、えー、壇上でなんかね、スピーチをされていて、まあその時はさすがにね、マスクしておりましたけどね、まあ当たり前なんですけどね。で、今ご覧になっていただいている通りね、えー、ですね、その後に確か午後だよね、午後になんかさ、えー、その他のね、女子大生とともになんか懇談やってましたよね、えー。なんかね、びっくりしちゃうけどさ、えー、というようなことでね、今そのね、動画をご覧になっていただいておりますけど、まあ 確かにね、その机のね、両端にお座りになって、まあ距離はある程度離れてて、マスクなんか当たり前なんだけど、でもよくね、私もまあ医師、医師じゃないんで、よくわかりませんけども、よくこの入り病がね、わーっとね、広まった頃に、あんまりマスクってね、えー、その感染防止にそれほど役に立たないとかね、そんなようなことも聞いたことありますよね。で、なぜね、この、まず東北大に行ったこと自体もね、 えすごく不思議だしなぜこのね懇談をねこの他の女子大生の方とやったのかこれってどう考えてんですかねこれ加子様ご自身もそうなんですけどもあとはねこの刑務所のね えそれこそね広報室だとかさそれこそ芸能庁の長官だとかこういう、ね、それこそね価値さんだとかね高所大部の方なんかにもちょっと聞いてみたいですよねなんでやるんですかねまあ一応ね今ご覧になっていただいた通りある程度距離は空いてますよ距離は空いてるんだけどやっぱりさ 危ねえんじゃねえのっていうふうに私は素人目ですけどね。そんなうふうに見ますけどね。で、なおかつさな、私ちょっとさっき言ったようにですね、やっぱり目指したいだけなんじゃないんですかって言いましたけど、まあ、あのね、服装うんぬであんまりこんなこと言うのはあれなんですけど、ちょっとあんまり良くないかもしれないけどね、特に女性の方なんで、とは思うんですけども、いやさ、なんかね、闇上がりでね、なんかこの真っ赤っかなね、服装で、なんかね、 やっぱりねこういったような服装を見てもねなんかね目指したいだけなんじゃないのみたいなねなんかそれこそね X、まあ、q ツイッターのね、えー、皆さんの,その投稿なんか見てるとですねなんかどっかのね、えー、なんかお酒を飲むようなところなんか女性なんじゃないのみ,みたいなそんなようなね投稿されてる方もいるしねなんでこの真っ赤っかなのかなみたいなねまあやっぱり目指したいんだろうなみたいなことをちょっと考えましたけどね。 あとちょっとね、皇室カレンダー。皇室カレンダーに関してもですね、ちょっとこれに関しては、え他の YouTuber の方もね、えもうあのえ昨日、今日ぐらいからね、ちょっと、ね、お話をされてますので、ちょこっとだけね、まあ、私の意見なんかも通いて話をさせてもらいます。ちょっと画面変えます。はい、えー、でですね、今ちょっとご覧になっていただいているのは、えー、これがですね、今年、あ、来年ですね、来年の令和6年度の皇、えー、室カレンダーということで、まあ、皇室カレンダーというとですね、いつもね、 えこのね、菊陽文化協会、まあこの菊陽協会もですね、まあそれこそね、えー、そのね、よくね、政治で言われるような、あの天下りじゃないけどさ、そういったような天下りの受け入れ先じゃないけどね、よくそういったようなことを言われていてね、結,結局ですね、みてこさんのね、意がかかってるような人がいっぱいいるね、みたいなことも言われておりますけど、まあちょっとね、 えー、そういったようなことはちょっと置いといたとしてもですね、あの、私ね、この皇室カレンダーね、去年もそうだったんですけど、見たときにね、やっぱりすごーくね、違和感が感じるんですね。もう私が勝手に違和感感じてることなんで、まあ、皆さんがどう思われるかはね、それはまた皆さんのね、えー、感想だと思いますのでね。えー、でね、えー、これはね、今ご覧になっていただいてるのは、まあ来年のね、えー、令和6年度なんですけども、これ去年も出たときそうだったんだけど、あのー、 このね、例えば今ね、右側の方で3月、4月が、えー、この上皇ご夫妻ですよね。<laughs> でね、5月、6月に関しては、えー、天皇皇后両陛下と、あと愛子さまということですよね。で、同じようにですね、9月、10月、要はね、年の終わりの9月、10月がやっぱり、えー、上皇ご夫妻で、11月、12月が、えー、天皇ご一家なんですよ。でね、これ見たとき去年もね、思ったんですけど、なんでこれね、 えー、上皇ご夫妻先なんんんでですかかいいやなんかの理由あるんでしょうね私ませんこ,ういったこ,とこういった細かいとこまでよく知らないんでもしねあのそういったね確固、えー、たる理由があるようだったらまあ皆さんねご存知の方がいたら是非ねまた教えてコメント等で教えてほしいんですけど私は単純な話としてですねなんでこれ上皇ご夫妻が先になるんですかというふうに単純に思うんですねでその左側のね一番最初のとこはさ あの一番上が天皇ご一家で、真ん中が上皇ご夫妻で、まあ一番下ね、まあ一番下はどう,どうでもいいけどね。聞いてね、まあどうでもいい。な、なんでね、その順番と全く逆になってるんですよね。3、4、5、6、そして9、10、11、12っていうのはね。まあこれが令和6年のカレンダー。で、ちょっと今ページ変えますけども、で、こちらがですね、えー、令和5年度要は、要は今年ですね。 今年のカレンダーなんですよ。まあ、皆さんね、こちらのカレンダーをご購入された方もね、結構おられると思いますけども、これもね、さっき言ったような、令和6年度と同じように、3月、4月がね、上皇ご夫妻。で、その後に天皇、皇后両陛下、5月、6月っていうことなんですよで。やっぱり9月、10月、そしてね、11月、12月も同じ。9月、10月が上皇后夫妻。で、11月、12月が、えー、天皇ご一家。まあ、天皇、 皇后両陛下と、えっと、のみ愛子さんもね、あのー、というような写真になってるんですけども、この順番ってなんか私はね、すごく違和感感じてね、何なんですかみたいな感じなんですよね。で、それよりも何よりもね、まあ、この順番もそうなんだけど、私もう去年も思ったんだけどあ、もしくはね、その前も思ってるんだけど、<laughs> なんでね、なんでね、これはね、今年はね、相手、すごい強く言いたいなと思うんですけど、なんでね、まだ上皇ご夫妻いるんですかっていうことですよね。これはさ、 ちょっと今ね、えー、ご覧になっていただいてるようなですね、えー、この写真ねちょっとね非常にねピンポケ写真というかですねこれはの、えー、私もね23日前に紹介させてもらいましたけども上皇ご夫妻がね えその昭和記念公園に訪れましたっていうところでえこのねえお皿さ,さんがですね急にそのバスの中で立ち上がってお手振りをしたみたいなねでねこの写真に関してはさ私はそこまで言えなかったんだけど他の YouTuber の方はなんかすごいこと言ってる人いるよね,なんかね誰とは言いませんけどなんかねえなんかちょっと私がちょっとこの動画で言えないようなちょっと言葉を言ってるようなね まあ、こういったような写真なんで、まあ、そういった気持ちも分かりますけど、みたいなことだったですけどね。まあ、そんなようなこと言ってる人もいますけどね。まあ SN、SNS、SNS 上なけどもそんなこと言ってる人いますけどね。まあ、でもね、このね、写真をちょっと見ていただいてもわかる通りですね。いきなりこの動いてるバスの中でね、いきなり立ち上がってね、この手振ってたでしょ。ね、外の人に対してね。これも結局はね、単純に目指したいだけなんじゃないのって。 でさっきのねカレンダーの順番もね単純にね目指したいだけなんじゃないのみたいなことを私はすごくね思っちゃうんですよね。まあ、さっきね佳子様の真っ赤っーなね服装とかも言いましたけどこのね写真で見られるような美智子様がいきなり立ち上がってしかもね あの、動いてんですよ、バスが。バスが動いてる中でいき,なりいきなり立ち上がって、もしそこでさ、下手して転んじゃってね、え、それこそね、なんか骨折でもしちゃった、みたいなことになったら大変じゃないね。それこそ周りの人たちがまたね、大変ですよ。といったような迷惑帰り見ずじゃないけど、やっぱりそういったようなことも帰り見ずにですね、とにかく目立ちたいの、みたいなことを考えてんじゃないのかな、っていうようなことをね、私は思ってならないんですね。 特にこのね、この皇室カレンダーの内容もそうだし、この写真もそうだしね。で、あとのさっきのね、画像でおあの、ね、ご覧になっていただいた、まあ、過去様のね、昨日、おとといの話もそうだしね。なんかね、だって皆さん思いません闇上がりでね、あの真っ赤っかですよ。いや、私別にね、 何今日がいいと思うんですけど、もちろんねそれはね女性のねファッションの話だからそんなこと言うとねまた秋津の人たちは「何言ってんだ」っていうふうに言うかもしれませんけどただね、まあ、普通に常識的に考えて病み上がりで何であんな真っ赤っかの着てきてねなおかつあのね女子大生とのあのね会合というか懇談というかねあれをやるのかなってなんかちょっと理解できないんですよね。やっっぱり目指したいいんだろうなっていうなてに、 まあ私の勝手な想像ではありますけどねそういうふうに思っちゃうような次第なわけです、えー、ちょっとね、まあ、今回いろんな話をいたしましたけど皆さんどう思いますかっていう感じですね、えー、本日はですね、まあ、朝からね、えー、結構皇室問題が結構ねいろいろ話したいなっていう内容がね、えー、まあ KK 息子の話もあったし、えー、朝方は1本目でテーミスの話もしましたしね、まあ、あれこれはええー、浪ご夫妻ひでえなーみたいなね あのベトナムのねベトナム旅行ですよベトナム旅行のね前の記者会見があったけどあれでもねなんか衝撃の事実がね発覚したみたいなねテイミスが暴露したよみたいなことも、ね、お話しさせてもらいましたその動画まだご覧になってない方ねまあ私のこの 終了画面にでも貼っときますのでね、またご覧になってください。まあ、本日はとにかくね、この皇室関係で話したいことがいっぱい出てきたんで、お話をさせてもらいました。明日はまたね、皇、えー、室の問題だけじゃなくて、いろんな話をね、ちょっとしたいかなというふうにも思っております。はい、ありがとうございました。バイバイ。